ホチャは、ボスニア・ヘルツェゴビナの町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する2つの構成体の、ウチスルプスカ共和国に属し、ドリナガーの東岸、ホチャ地方にある。ホチャ地方の中心的な都市である。町は、中世には、フボチャと呼ばれた。町はやがて、ラグーサ共和国と、オスマン帝国のイスタンブールを結ぶ。 公易の拠点として発展した。第二次世界大戦の間、地元のセルビア人は、クロアチア人のナチスト組織ウスタシャと、ウスタシャに協力するムスリムボスニア人の軍によって、ジェノサイドの対象とされ、組織的な蛮行が行われた。それに対する報復として、セルビア人の民族主義組織チェトニックは、組織的にムスリム女性を強姦し、ホチャにいた一万人の男性の喉を切った。 第二次世界大戦の全期間にわたってザハリアオストイッチ率いるチェトニックの部隊が8000人を殺害した。またこの地はヨシップ・ブロズキトを率いるパルチザンとナチスドイツの伝説的な戦いが行われた場所である。この戦いで死亡したパルチザン兵士のためのモニュメントがホチャ市内の村ティエンティシュテに建てられた。1992年ホチャは セルビア人の武装勢力の支配下に置かれた。この地域に居住していたすべてのボシュニク人が民族浄化の対象となった。ホチャ出身の2704人は紛争中に死亡したか、行方不明となっている。この死者、行方不明者の多数を占めるのは、ボシュニク人である。ホチャはまた、強姦収容所の設置場所となった。パルチザン会館は、 セルビア人勢力によって収容所として利用され、数百人のボシュニャク人女性が組織的に合姦された。セルビア人勢力によるボスニア東部での民族浄化に関して、旧ユー,ーゴスラビア国際戦犯法廷の判決では、以下のように言及されている、旧ユー,ーゴスラビア国際戦犯法廷では、セルビア人勢力の指導者であったスルプスカ共和国の2代目の、 大統領ビラナ・プラブシッチとの司法取引が行われ、この時プラブシッチは罪を認め、紛争中に、ホチャで、組織的な大量合刊が行われた事実を認めた。セルビア人勢力の兵士ノビスラブ・ジャイッチの法廷では、1992年6月に、ホチャ地域で、ジェノサイドが行われたことが認定された。1992年4月22日、セルビア人勢力は、 アラジャモスクを爆破した。さらに、16世紀から17世紀にかけて建てられた、他の8つのモスクも破壊した。1995年に、デートン合意が調印され、セルビア人勢力に取り囲まれて、孤立地帯となっていたゴラジュデと、ボシュニャク人やクロアチア人を主体とする構成体、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の本体との間に回廊が設置された。これに伴って、 以前のフォチャ自治体のうち、北部の一部地域は、フォチャから切り離され、フォチャウスティコリナとなった。フォチャは、セルビア人の地を意味するスルビニエへと改称された。スビーは、セルビア人、には、スラブ語で場所を表す設備語である。2004年、ボスニア・ヘルツェゴビナの憲法裁判所は、この名前は、憲法違反であると裁定し、その故障を、フォチャに戻した。 スルプスカ共和国の議会はこれに従って、故障を戻す法案を採択した。ホチャの町と鳥中は総人口四四十八七百十一千九百九十一年の国勢調査によると、ホチャ自治体には全体で四万五百十三人の人口があった。その民族別内訳は次の通りである。ホチャの町には一万六千六百二十八人の人口があり、 その主要な民族は次の通りであった。1991年以降、2008年に至るまで公式な調査は行われていない。しかし、自治体による情報から、その人口は2万4000人程度であると推測され、そのほぼすべてがセルビア人と見られる。ホチャは、ホチャ自治体の中心であり、ホチャ地方の首都である。ホチャには、 スルプスコサラエボ大学の複数の学部が置かれている。また、セルビア正教会の神学校、サラエボとダバルイコールボスナの聖ペータル神学校がある。1992年までは、ポチャには、ボスニアの重要なイスラム教の神学校である、ソコルルメフメトパシャのマドラサがあった。スティエスカはボスニア・ヘルツェゴビナで最古の国立公園であり、ポチャ自治体の中にある。 ありがとうございます。